こんにちは、フルート奏者大塚由紀です。いつもご覧いただきありがとうございます。皆さん、フルートを練習するときですね、立って練習してますか、それとも椅子に座って練習してますか。で、特別なね、健康上の理由がない限り、立っての方がやっぱり全身使えますので、立って練習してみてください。演奏してる場所がね、吹奏楽団の中だとかアンサンブルでも、少人数の中で演奏してて椅子に座って本番するとか、オーケストラとか、座って演奏する本番も意外と多いので、だけれどもやっぱり練習の時はね、立って練習するのをおすすめします。ずっと立たなければいけないかと言ったらそうじゃないんですけれども、私も疲れたら座って練習する、でまた立って練習するっていう風に一つに決めないでね、練習してますが、立って練習するっていう割合の方が多いようにしています。もしね、腰が痛いとか何かどこか何かがあれば、もちろん座って練習していただいて全然結構なんですけれども、体全身を使えるっていう意味では立っての練習がおすすめです。で、今日その一つ、練習方法を皆さんに提案したいのはですね、動きながらちょっと基礎練をしてみませんかっていうことなんです。本番でね、動き回って楽譜に指示がない限り動き回って演奏するっていうことはまずないと思うんですけれども、練習の時は微動だにせず、ずっとじっとしたまま練習する必要もなく、もちろんそういうふうにあえて強制的に自分を動かすことなく、音楽的表現もできるっていうことで、動くことなしに音楽的な表現ができるっていうことを強制的にするために動かない練習もするんですけれども、それだけじゃなくて、あえてね、基礎練の中で動いてみるっていうことをする練習も、必要かなと思います。譜面台があって、自分がその譜面に向かってずっとこう練習してると、体がやっぱりね、固まってしまいますので、やっぱりフルートを持つっていう力とか、フルートを吹くための筋肉への力っていうのは最低限体に力は入るんですけれども、できる限りその他の、箇所、筋肉は脱力してる方が良いです。ちょっとしたスペースがあったら、もう足をガチガチに地面に押しつけて固めてしまわないで、少し膝のところにこうっていうのかな、曲げられる、膝が少し曲げられるっていう、遊びがある。で、前後に動くとか左右に動くとかして、細かな動きしてたらなかなか練習は基礎練でもできないと思うんですけれども、ゆったりじっとっていうんじゃなくて、少しね、こう動き回るながら自分の体が程よくリラックスして脱力した状態で音が鳴らせてるっていうのがね、やっぱり理想なので、曲となるとやっぱ譜面見ながら、譜面台の前に立って演奏練習することがほとんどだと思うので、そこで動けっていうのはなかなかなんですけれども、基礎練でも例えばロングトーンなんか譜面なんか見なくてもいいですし、簡単なスケール練習とかでしたら、動きながらの学生の時に海外のね、ワークショップなんかに行くと、結構みんなで円になって座ってフルートを持って、でその椅子の周りをぐるぐる歩いたり、椅子を取っ払ってその部屋を自由自在にこう歩きながらみんなで基礎練をしたっていう経験があります。
レッスンしてる時なんかもこう生徒さんを見ているとずっとこうねやっぱり緊張してずっとこう微動だにしないみたいなね、まあ、上半身はちょっと動くんだけれども下半身はずっと同じ位置にいるみたいな、逆なんですよね。下半身の方が少しこう遊びがあって前後にしてもそのフラフラしてたらダメなんですけれども、しっかり動く人が、でもこれはまたちょっと違う動画にしたいぐらい、フルートを演奏している時の体の動きについてはちょっとまた違う動画でお話ししたいなと思うんですけれども、まあ今日はその基礎練なんかの時に、もしねスペースがあったり、健康上の理由がない人はねちょっとこう歩きながら、基礎練をやってみてはいかがでしょうかという提案です。面台の前に立ってずっとその同じ位置から動かずに練習してるっていう方はですね、こう少しの、まあ、今今日ここを撮ってる、お部屋ちょっと広めなので歩くことができるんですけれども、少しのスペースしかないっていう人でもちょっとこう前後に動いたりとかですね、特に下半身も、自由に、こんなにグッとした力はいりませんので、下半身のそのちょっと遊んであげてみて、前後に左右に動いたりして、基礎練なんか目見なくてもできるような、練習をやってみてください。もちろんこれとは逆に動画の最初に、お伝えしましたが、絶対動かないっていう制約を制御して音楽的表現をしてみるっていう練習方法もありなんですけれども、今日は、ちょっと部屋の中を自由に動き回って基礎練をしてみてはいかがですかという練習方法の提案を、させていただきました。私のチャンネルではフルート演奏のコツや練習方法の提案などを行っています。また皆様のフルートに関する、悩みや疑問などにも答えていきたいと思っていますので、チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いいたします。役立ったなと思ったら高評価ボタンいただけると大変励みになります。またいつも高評価いただく方、ご覧いただく方ありがとうございます。今日もご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回。